時は令和。一見平和に見える山梨県、しかしその裏では人々を悲しませる電話詐欺がはびこっていた。富士山を望む閑静な住宅地に居を構える詐欺三家はごく普通の二世帯家族と思いきや、それは世を忍ぶ仮の姿。その正体は豊富な知識によってご近所さんのピンチを救う電話詐欺見破りのプロフェッショナル。今こそ学ぼう手口、見破ろう電話詐欺。最近近所に預貯金詐欺の電話があったらしいね。同じ地域が立て続けに狙われたりするから気をつけないとね。さて今日も鈴木さん家で将棋してくるかなと。それじゃ私はウォーキングに行ってきますかね。母さんも好きね。1日30キロ歩かないと体なまっちゃって。もう無理しないでよ。はいはい。10キロ歩いたからそろそろ休憩しましょうかね。あら斉藤さん、こんにちは。 あら、詐欺美さん、こんにちは。いいお天気ね。そういえば斉藤さん、先ほどの方はどなた？実は海銀行の方でね。もしかしてキャッシュカードを交換するという話？よくご存じね。その話詳しく聞かせてもらえませんかね。ええ、実はね。はい、もしもし。恐れ入ります。私、山梨県警捜査二課宇曽田と申しますが、斉藤留さんはご在宅でしょうか？はい、私ですけども。ご本人様ですか。実は最近詐欺グループを逮捕したんですが、捜査の結果あなたの口座情報を容疑者が知っていることが分かりまして、大きな入金や出金など行っておりますか？いいえ、そんな記憶ございませんけど。そうしますとやはりあなたの口座が犯罪に利用されていた可能性があります。このままですと被害が拡大する恐れがございますので、至急金融機関に対応してもらうようにいたします。念のため金融機関名を教えていただけますか？はい、海銀行さんですけど。わかりました。では取り急ぎ海銀行の方に銀行口座を停止してもらうように伝えておきます。口座停止？銀行で再度本人確認を行えば再開はできるかと思います。追って銀行から手続きのご連絡がいくと思いますので、今後はそちらの案内に従ってください。はい、わかりました。さて、どうしようかな。これを持って明日。はい。もしもし、斉藤さんのお宅でしょうか？私、海銀行の偽川と申しますが、斉藤留様は？はい、私ですけれど。先ほど警察の方から連絡がありまして、斉藤様の口座が犯罪に利用されている可能性があるということで。取り急ぎ警察からの要請でしたので、一旦口座を凍結させていただいております。口座止められちゃうと困るんですけど。再開にはキャッシュカードと暗証番号を新しいものに変える必要がありまして、大事なものですので、これから当行の担当者が現在お持ちのキャッシュカードを回収に伺います。それから暗証番号の変更のためには現在の暗証番号の確認が必要になるんですけれども、お伺いできますか？はい、1234です。はい、確認できました。それでは担当者が伺いますので、現在のキャッシュカードをご用意してお待ちください。
それでさっき銀行員さんにカードを渡したところなの。それで新しいカードに変えたんですか？新しいカードはね、明日また持ってきてくださるっていう話だったわよ。斉藤さん、ん？何？それ預貯金詐欺ですよ。え？でも警察から電話が。山梨県警捜査二課、嘘だと申しますが。電話口なら本当に警察かどうかわからないじゃない。でも実際に海銀行の方がいらっしゃったし、銀行の名前は最初に言ったのはもしかして斉藤さんだったんじゃない？え？念のため金融機関名を教えていただけますか？はい、海銀行さんですけど。でも本物の銀行員さんの名刺を持ってらっしゃったし。名刺は偽造することもできるのよ。それにね、警察や金融機関は暗証番号を聞いたり直接自宅を訪問してカードや通帳を預かることは絶対にしないのよ。そうなの？あ、私どうしよう、暗証番号も伝えてしまったわ。私あ、どうしよう。落ち着いて、すぐに警察と銀行に電話をかければまだ間に合うかもしれないわ。私は警察に電話をするから、斉藤さんは銀行に電話をしてキャッシュカードを止めてもらいましょう。あ、斉藤さん、どうも。この前は茶君さんのおかげでお金取られなくてよかったわ。本当に。それに犯人も捕まったっていうしね。なぜ？それじゃない。確保。警察とか市役所とか銀行とか信頼がありそうな身分を名乗っていても詐欺電話ってこともありますしね。少しでも怪しいと思ったらすぐに自分から銀行や警察に電話をかけて確認してみるといいですね。そうね、私も今度身の回りで詐欺に遭いそうな人を見つけたら詐欺みさんのように相談に乗ってあげたいわね。ぜひそうしてあげてくださいね。あら、そろそろウォーキング再開しないと。ごめんなさい、行き止めて。さぎみさん、あなたいつも何キロぐらい歩くの？30キロ。まあ、さぎみさん、私も騙されませんからね。それじゃね、斉藤さん。いってらっしゃい。暗証番号、自分以外に教えない、字余り。あなたは今回の詐欺の手口見破ることができましたか？この他にも電話詐欺は警察官や金融機関職員などを装い、さまざまな方法でカードや通帳などを要求してきます。どんなことがあっても他人にキャッシュカードを渡してはいけません。暗証番号も教えてはいけません。電話でお金の話が出たら詐欺を疑う。少しでも怪しいと思ったら家族やご近所、警察にまず相談。公的機関の名前を出されても信用しない。以上のことに気をつけて電話詐欺を撃退しましょう。また犯人からの電話に出ない、犯人と話をしないという根本的な対策が行える電話機対策は非常に効果的です。留守番設定にする、非通知の電話は出ない、警戒する、防犯機能付き電話機、警告音声を発する機器の活用などの対策を行いましょう。皆さんが電話詐欺見破りのプロフェッショナルとなり、地域一丸となって電話詐欺を見破りましょう。